貨物機に窓があるのはなぜでしょうか。実は貨物機にも客席が存在します。6席の客席とクルーが仮眠を取るためのベッドが2台あります。客席はクルーが乗る以外にも社員の出張やプライベートでの利用も可能な制度があります。旅客機と違って CA さんがいないので機内食は自分で温めて食べます。日本カーゴ